ペーパーリー、りょうすけっす。今日はね、この前サンフランシスコに寄って動画ね、上げたいんやけど、洗車の動画とかいろんな動画上げたいんやけど、今ね、そっからまた1000キロぐらい移動してきて、もうね、今ソルトレイクシティってとこにおるんや。割また移動したんやけど、もうね、サンフランシスコ15度ぐらいでむっちゃ暖かったんやけど、今ここ、マイナス7度ぐらい。パリさん。でね、ごめん、今ね、ここ今、入場料払うんやけど、はい、モーニング、10ドルス?入場料10ドルっていうことで、今からねアンテロープ島に入って、この10ドルはねここの公園の保護に使われるらしいんで、喜んで払いますよ、そんなことなら。イングリッシュ and then Japanese please。 日本語のマップもあるんで、という感じでね、入場料払って今ねアンテロープ島というところに着いたんやけど、ここね雪山とかむっちゃあるんよ。でこれ何かっていうとロッキー山脈だよね。むっちゃ綺麗。晴れたらねもうねほんと一面こう白い雪山連なっちゃって、むっちゃ綺麗だよ。で、まあ、ソルトレイクシティってみんな聞いたことあると思うけど、オリンピックのね開催地でもあった場所なんやけど、今ここソルトレイクシティに来た目的は2つあって、1つが今もう走りようやけど、ここねアンテロープ島っていうところに来たんよ。でこのアンテロープ島っていうのは何かっていうと、もうね野生動物の宝庫らしい、すごいらしい。あのねアメリカンバッファローとか、もうとにかくねもう動物たちがむちゃくちゃおるらしくて、俺動物大好きやから、動物、その野生の動物とねもうバッチリいい写真とか撮れたら楽しそうやなと思って、そこにまず目指そうかなというのが一つと、もう一つはねこのソルトレイクシティという名前の由来よ。ソルトレイクって直訳するとやっぱ塩湖やから、だから上に塩湖みたいにね、あのねもう塩なわけよ水。まあちょっと原理はもうよう分からん、 Google 先生聞いてほしいけど、もう塩湖なわけ。しかもその塩湖の塩分濃度が 27% まで、 27% すごくて、これ一回イスラエルの司会ってとこに行って、そこが世界1位で 30% やったんやけど、ここは世界2位ってことで、塩湖のその塩分濃度が高いと体浮くんよね。で今ね氷点下余裕でありますけど、もうワンチャンねそういう湖に入って体が浮くかっていうのをちょっとこれ試したいなと。ちょっとガスってるけどな、ちょっと曇りっぽいけど、ロッキー山脈はさっき俺らが来たあそこが橋やね。すごいよこれ、あっちもほらロッキー山脈ばっか。でここねヘッダーセンターやから、ちょっとここに立ち寄ってちょっとね上昇するぜ。おお、これやこれ、視界でも俺やったんやけど、パリ気持ちいいよ。もうね、みんながね浮いた瞬間笑う、絶対笑う。どんだけ笑う人、そんだけ不思議な感覚だよ。絶対やるから。もう今ねマイナス多分5度7度もっと寒いかもしれんけど、絶対やるから。じゃあね、今からさっきのねおっちゃんが教えてくれたバイソンとか、あとバッファローが見えるポイントに移動するぜ。見て、こう言って道が舗装されちゃって、こういう道をねこうみんなで車で渡ってくる。ここねバッファローグリルっつって、バッファローの肉が食えるよね、この後ろ、この後ろ。あー取り付いちゃった。その先にあるのが、あそこがねビーチになっちゃうよね。夏とかはみんなあそこ行くらしいんやけど、今はね誰もいないというね。後から入ります。ああいうとこでねキャンプもできるんよ、ここはすごい良くて、夏はねほんとあったかいみたいから、あそこでキャンプして、しかもこっちに湖もあるっていうね、めちゃくちゃ景観がいいところで楽しめるみたいだからね、もし夏に来る人はねぜひそういうの楽しんでもらえればなと。いやバッファローポイント来たんやけどね、なんもおらんな。こんな寒い中歩いちゃうんかな、っていうか何の生物もない。野生動物の保護って聞いちゃったけど、なかなか難しそうやな。バッファロー見るまでは帰れんよ、帰れん、探すよまだ。バッファローも見たいけど、すごくない、あのロッキー山脈。あそこでね歩いちゃうと人おるから、あそこの方が近くに見えないからね、ちょっと行ってみよう。望遠鏡です。うわーすげー、バッファロー、シャブ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 食っとるわ。なんかまるで景色、近くで見ちゃうと危ねえわ。
バッファローの近くまで行ってみようと。そういうところは舗装されたトレイルなんでね、より一番近いところで写真を撮りたいなと。バッファローなぁ、体でっけぇなぁ。バッファローのうんこや。バッファロー体でっけぇからうんこもでっけぇな。スケールが違うわ、バッファローは。いや、ちょっと近づいてきたんやけど限界やな。ここからね、先はバッファローさんの横とさ、絶対ダメよ。野生を排水しないとね。あんま見えないな。あっちもおるから、あっちにちょっと近づいて、ちょっとね、ズームしよう、絶対ズームしてね、みんな見せたい。もう陸上やったら見えるよ。むしゃむしゃ食べちゃうぞ。みんな見せるためにちょっとあっち行くわ。でかい、あいつは。もうここがね、一番近寄れる最大の場所やな。ちょっとズームインしてみてみようか。おバリでかいな。ちょっと声かけてみようか。バファローさん、むしゃむしゃ食っとるな。バファローさん、俺も旅気をつけていくんで、寒いと思うけど頑張ってね、バファローさん。いやー寒いよー。うわいやー、またうんこー。ほんでね、ここも巨大うんこー。野生動物の宝庫っていうのはうんこの宝庫でもある。はい、ということで今回は、野生のバッファローに会うまで帰れませんと。そのテーマやったっけ勝手に変えたけど、野生のバッファロー見れたんで移動すると。で今回の動画はここまでで、次がね、さっき言ったソルトレイクの塩湖に行って体が浮かぶのかと、この極寒の中でってことを試したいと思うんで、次の動画も楽しみにしちゃってね。バイバイ。since that day I live in a dream